こんなとこで負けるものか、うおあダメダメダメあダメダメダメあダメダメダメあーちょぴーどーん。はい、こんにちは。なにこれ、急に何、よくわかんないけど配信だけで金ってどんぐらいもらえんの。1億円。はい、でモデレーターはガチな話、僕どんぐり3つやね。どんぐり3つで600日ログインですね。モデもらってるんだ。もらってない、どんぐりすらあげてない。ちょっとじゃあ今度 FF でギルあげます。ちゃんとあれ渡しますよ、ギル。 FF やってたらモデレーターにギル渡します。39ギル渡します。サンキューね。サンキューってことで39キューギルあげるよ。福太郎さん、ありがとう。 FF14 始めたんですけど、フリープランから製品版行くタイミング教えてください。え、俺そのタイミングなかったわ、全部スキップした。あ、俺のリア友にいたんだけど、俺ってゲームストーリーちゃんと追わないとなんか感情移入とかできなくて俺ハマれないんだよねって言ってた子がいたんだけど、あの途中でダレって言い始めて、俺があのストーリースキップ買ってあげたら、やばすぎおもれ関係ないやんってなって、そうだから飛ばした方がいい。うん、そう、お使いが終わってるから。でも FF14 ってお使いするゲームじゃないから、本当の面白さはその終わった後にあるんだけど、そこにたどり着くまでがだるいんだよ。だからそのだるい工程をお金払って終わらせるのが一番いい。でストーリーはなんか部屋に行くとシアターで見れるから。メルトンさんはストーリー後から見たんですか？え、全然全然。俺それでゼータのマネージャーに FF14 のグッズのお使い頼んだんだけど、これエメトセルクのクリスタルなんですよって言われて、え、すごい、本当だって言いながら、全然誰ってなってた。え、誰、いや、そんな感じだった。だから俺敵がなんかあーだこうだ言っても全然わかんない。そう、クロエエメトセルク仕込みの術式だっつっても、誰え、俺って感じ。もう守っちゃうよ、ジュノちゃん。ホシミン結構味方にマトリックス触ってたね。俺今 DM ない。あ、やべえ、 DM ない、 DM。 あー、ごめん、 DM ない。トップ505はディフェンスマトリックスって言わないらしい。 DM だぜ。あ、ごめん、 DM。 俺やっぱディーバよりドゥームの方がなんか俺いいわ。俺ダメ、こいつも殺せる。守るか守れるかじゃないの？ん？守るか守れる？ん？ま、守るか守れ、ん？守れるか守れないかじゃないの？殺せるか殺せるか、ん？殺せるか殺せないかか。日本語わってる。殺せるか殺せないかな。そっちの差なんだよ。女奥の女、あとなんかだしな。女バーンかやろお前。ちょっと待って、悪空間を殴った。ちょっと謎のパンチした。ちょっと謎のパンチしたが、そこ、よしよし、殺した、よし、いいぞいいぞいいぞ。ある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 、これあります。あ、女危ねえ。俺がこの前東京ゲームショー行ってる間さ、あれだわ、俺んちの実家のタンスにしまってた俺の私物を母親と姉貴が漁って整理してたんだけど、それで俺がお父さんに向けて、お父さんお母さんに向けての手紙が1枚ずつ見つかったらしいんだよ。で、なんて書いてあったか聞いたんだけど、俺の親父に、最近で3本生えましたっていう手紙があったらしいで、あと母親に向けての手紙は、あの、髪型が変って言ってごめんなさい、でもやっぱりおかしいと思いますって書いてあったなんか謎の抗い見せつけてた。いや、危ねえ、 0.41。 お前キュイーンって爆発状況に光っちゃうこれ。あれ、え、親に
人間とか脇毛とか恥ずかしくて言えねえわ。マジで、なんで脇毛恥ずかしいの？え、なんで脇毛が恥ずかしいの？親だぞ。俺だって普通に高校ぐらいまで全裸で風呂出てきたよ。で、俺姉貴が全裸で言うとね、服着てよって言われるから、俺いつもマリオジャンプしてよ。なんか裸で股間隠してこうやってるんですよ。こうやって高校の時やってたよ俺。そうそう、姉貴がキャーっていうその反応を見て遊んでたよ俺。家族に裸見られても全然何も思わん。つまり俺らともやんねえよ。おい28で股間に手隠して交差点のど真ん中でもしやったら捕まっからな。やるわけねえだろ。交差点のど真ん中で股間隠してジャンプして、おい水飲んじゃねえんだぞって言いながらジャンプしようかな。さすがに捕まるかな。やんねえぞ。あ、ロケットパンチ控えます。これね、キャバクラロケットパンチやめろって言われたんだ、そういや。やるか。集まって、私が守ってあげる。ロケットパンチ。あ、シグマのメイン攻撃ありがとうございます。うい、あざす。燃料切れですね。連発はできないんで、チャージ式なんで頑張ってください。タイミング考えないとキャバクラ化します。逆かな？なんかもうさ、あれだったぞ。お天然記念物で保存されるレベルの今流刑したぞ今。すごいな。すごい形で死んだぞ。もうさ、お前何回死んでんだこいつ。お、このこいつの流刑止まりすぎだろ。ちょろい、ちょろい、ちょろい、ちょろいっす。いやー、ちょろいっす。あ、だからこのスコアだったのか。え、こいつやばくね。こいつずっとトロールしてた。なんか来たぞ。メルトンさんはいつも楽しく拝見しています。今自分は社会人をして国家公務員になるべく勉強してます。しかし両立するのが少し厳しく仕事を辞めようか悩んでます。アドバイスください。いや絶対両立した方がいいぞ。いや仕事辞めようは言わないわ。俺は両立が大事だと思ってるぞ。何でもかんでも両立は大事。なんかその新しく自分に能力身につけようとか何か新しくしようとしている時に今やってることを辞めるっていうのは後手に回るよ。俺は CG の動画もだから未だにやってるし未だにやってるし、あと動画上げながら就活したしな昔は。それもそうだし、あとプロゲーマーやりながら動画投稿とかね。だから俺の中ではプロのあれはすごく大事で、そっちに本当に専念したかったし、専念した方が明らか強くなるのはもうそれはもう分かってたんだけど、でもそれだとやっぱ美味しくないし、現実それよやっちゃダメだからな、あんまり。まああの時代はね。そうだから今までやり続けてきたことを土台ができてないのやめるのはよくない。俺もそれしたことがない、捨てたこと。まあ俺は一個の意見だからな、参考程度に聞いてくれ。まあなんかね、あれなんだよ、その続けてるとさ、人のつながりとかさ、人が集まったりするじゃん。だからまあ自分のために人生生きてんだけどさ、なんかその義理を書くようなことにもなっちゃうんだよな、そのいきなり辞めたりすると。だからぶっちゃけ自分の身の回りのやつらのためにも仕事ってパッて辞めない方がいいと思うわ。俺も多分 CG の動画パッて辞めたら今までのファン、え何って感じになっちゃうと思うんだよね、 CG 村の人たちは。え、あの、この村捨てる気？本当にいきなり捨てて何なのみたいな。だからゆっくりやめんの。そう村長ってなってるけど、今 CG 村の人たち今ビキュッてなってるけど、そうゆっくりやめんのよ。そうみんなが満足するまでやるの。やめちゃいけないの、いきなり。
やっぱ俺らは一人でやってないから、何事も一人でやってないからね。はい、ヒールしようね、みんな。俺の言ってること伝わってる？これ響く話をしてるの、今みんなに。一人でやれるゲームじゃないでしょ、人生ってのは。誰かがいるのよ。だからヒールしなきゃいけないの、サポは。ウルトやってるよね、俺。成功するためには君たちの協力必要なの。おい、バカ野郎、お前。おい、ホシミの時ライフ今一匹も出なかったぞ。なんで俺の時だけ出んだよ。意味が分からねえ。もうライフグリップされたからめっちゃライン下がった。もう本当に計画狂ったもん。おい、いや、これはね、耐えられると思う。お前今こそグリップ。お前それナイス。よし、こっしゃ。サポ2殺した。お前らやれ、ライフ今キー出して突っ込め。キルログ見たら今ゴーだぞ。ゴー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 、ジュノもウルト上がる。ゴーゴーゴー。あ、いいぞいいぞ。まあ行くんじゃねえ、そんなとこ。めっちゃろ、もうゲンジ任せたよ。逆流拳だな、あれ。無視。ほら、修学旅行で買った刀でブンブンするのやめてね。ほら、俺それ家から出てきてちょっと恥ずかしかったよ。あれ買うやついるんだ。俺買ったよ。その時なんで木刀買ったかっていうと、俺ぶっちゃけあれはこれ買うやつガキでしょって思ってたけど、その当時モンハンセカンド G のタチ使ってたから、やばタチじゃん、かっこよすぎって買ったの覚えてる。俺モンハン、いや、モンハンは下手かうまいかで言うと普通だけど、俺はめてしかない。はライトボーガンキッズです。サードの頃はアルバトリオンを崖上で三段ではめたことある。俺なんだっけ、エルリック、エルリックなんとか、エルリック松井だっけな。なんか当時そのさあ、モンハンサードでハメを開発したエルリックなんとかっていうやつがいて、YouTuber にいて、それで俺が「えこのハメ強え!」っつって、モンハンのセットの名前を、そのライトボーガンのセットの名前を、あのエルリックなんとかっつって自分の名字入れたことがある。そう、あのだからモンハンサードやったら見バレします。そう、エルリック丸々にしたことある。やり始めたのが俺の友達で、それ見て YouTube 見ろって言われて見て真似たんだよ。俺もで、そいつもエルリックなんとかでしたよ、名前。歌うか歌うか、それはね、歌えちゃう。よし、なんかこれ交通事故じゃん。お前痛そう、なんかお腹打っちゃったね、それ。それは痛いわ。おい、ここで負けるなんて嫌だからな。ハンマーダウンだ、これ顔が。いけよ、ガードするよ、ハンマーダウン。これ見て避けるよ。違った。ちょっと絶対来る、絶対来る、来る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 、来い来い、来て来い、振りだから、振りだぞ。はい、ガード。なんだ、諦めてどうした。うれうれ、うまい。書いてあるやついたな。ラーメン半チャーハンセット。最近 FF10 を始めて、行月の冒険録やナイトの城の召喚士のレベル90まで上がるやつ買ったんですけど、何をすればいいか本当に分かんないです。とりあえず黄金のレガシーはストーリーを進めればいいんですか、他にやることがあったり、このサイト参考にすればいいとかありますか。 FF10 ハマったらメルトンさんにいっぱいギルあげたい、真相に教えてください、お願いします。そうですね、ファイナルファンタジー14は最初、メインクエストを全て終わらせるんですよ。黄金のレガシーのメインクエストを全て終わらせた後にエキスパートルーレットを2つ開けましょう。エキスパートルーレットを2つ開けた後にノーマルレイドを4層全部開けましょう。アルカディア霊式ですね、はい、四天の座アルカディアですね。それを開けて4層全部開けてから90になっている、レベルジャンプしたキャラクターを毎日
ルーレットの出入りをこなしてレベルをすぐ上げて、そのまま装備を揃えて霊式に行きましょう。スキル回し覚えて、最初は極バリガルマンダ行こう。で、極バリガルマンダを周回して慣れてきたなってなったら次極ゾラージャ行こう。で、極ゾラージャが終わったら次霊式一掃行きましょう。ブラックキャット、よし、 FF やりてぇおい、FF やりてぇこんなとこで負けるものか、うおっつって、なんかめちゃくちゃエーテル放置するって波相談来た。ラーメン半チャーハンを読んだから次もう一個。メルトンさん、クラス変わっちゃった子へのアプローチ方法教えてほしい。愛してるよ。え、諦めろ、つながりなんてもうそんな程度だよクラス変わった子無理だろ、もうどんまいですね、運なかったわ。うん、あーでも言うて関係ねえか、同じクラスの方が気まずいか。逆に同じクラスだと付き合わないよな。あ、ワンチャンあるわ。じゃあ逆にワンチャンあるわ。メルトもワンチャンあるのか。いや俺はないよ、だってみんなプラチナでしょみんなプラチナゴールしよう、大体の人が。だからワンチャンないよ、同じクラスだから。だから俺はホシミンとワンチャンそう、俺はホシミンとワンチャンのクラス違う、グラマスでしょ。そう、ワンチャン特進コースのホシミン。あー俺もあったわ。なんかあれだよね、俺さ高校さ一番アホなクラス入れてたんだよ。しかもさ一番アホなクラス B クラスって名前だったのね。だから俺たちバカの B だって言われてたわ終わってた、バカの B って言われてた。あの高校のランク付け嫌じゃない、あれ。俺マジで苦痛だったんだけど、あれだってさプラチナとグラマスの部屋違うみたいな感じだよ、終わってない、あれ。ガチで苦痛になったんだけど上の人からすると一緒のが苦痛、バカ映しちゃうよ、ほっぺ舐めてあげようか、もう調子に乗りやがって、おめえ上のクラスのものが下に引きずり込んでやるよ。俺のクラスはな体育の時間の前になるとな判決になるんだよ。なんでかわかるか、早く体育の時間で運動して遊びてえからだよ。だから授業の5分前はみんな判決なんだよ。なめんじゃねえぞ、勉強よりも大切なのはな遊びなんだよ。え、体育祭、それがおもろいのが体育祭はティルトすんだよねあのなんていうの、強制されるとやる気なくなるみんな。そう、え、体育祭、いやもう俺らはいいよみたいなそう、体育祭はティルトすんだね、いやもういいよ、なんかめんどくさい勝ち負けとか、いやもうほんと勘弁してみたいな。戻りたいとは思わないけど、なあ、あの空気良かったな。お、アナディレディスしたくなっちゃった。良かったです。あ、あいつ何かじゃん、あいつ。何やってんのこいつ、トロールしてるわ。あ、あれ？そういうことか。ペールを触りに来たのか。バイパー？いや、バイパーは。なんか攻撃が最初頭いいんだよ、こうやってシュッシュッ、二刀流のキャラなんだけど、こうやってシュッ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 で、たまに横横横殴ってシュッシュッ、次後ろシュッシュッで、いきなりチョキーンっつってシュンってやるキャラクター。いやマジでこれ見せて、俺が見せてやるよ。俺の今のモノマネがギャグじゃないということが証明される。本当にもうなんか何してるか見えなくなる、もうめっちゃかっこいいでしょバイパー。俺のバイパーだけめっちゃかっこいいんだよねこれチベットスナギツネ、これもうクソティルトしそう。でも後ろ姿超かわいい、ほらかわいくない、後ろ姿めっちゃかわいい、こいつ気に入ってんだバイパーは。いやこれいくよ、これもうマジで俺の言ってる意味が分かる。横後ろでいきなりチャキーン、ちょちょちょ、あーなんかダメ、こんな初めて、あーダメ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 、あーチョキードーン言ってる意味分かるでしょ、最初考えて、ね、振ってる、いや、あとあとは頭おかしくなる。そう、これがね、バイパー。もう他人から見ても何やってるか分かんない、ほら。
もう見えない、もう見えない、バイパー。お、なんかくれるのか。あらら、ヘル、かわいい。クラブコロッケだコロッケだ、これわざわざ作ったん？コロッケじゃん、ありがとう。ありがとう、踊らなきゃ。コロッケくれた。あらら、ヘル、かわいい。何くれるの？100万円。じゃあ君には零式四層の曲をあげよう。若葉ちゃんにあげる、零式四層の楽譜。プラチナ魚ね。プラチナの塩で焼いた魚切れたかな。あった、この人なんで持ってんの。グリルドプラチナブリーム、これですね。塩をかけて炙ったプラチナブリームもらったわ、逆に、ありがとう。プラチナ魚もらいました、ゴールドインゴットゴールドありがとうございます。100万添えて、ありがとう。ということで、お疲れした。なんか走ってきたぞ。なんだどうした。なんだ帰ってきたぞ。すげえ猛ダッシュだぞおい、ゴールドじゃねえかこれ全部。おい、全部ゴールドちゃん、全部金。おい、このためだけに何倉庫取りに行ったわけ、マジか。すっげえ走ってたな。ということで、お疲れした。じゃあね。